最近 YouTube の広告でひろゆきさんのタップルの紹介をよく見ますが、タップルはどのくらいの頻度で使われてますか？一回も使ったことはありません。またフランスで使うとフランス人女性のマッチングするんでしょうか？使ったことがないのでわかりません。僕、出会い系サイトは基本的に頭の悪い人が使うものだと思うので使いません。出会い系サイトって、リアルでモテる人しか意味ないんですよね。だいたいその出会い系サイトって、顔写真でこう、とか、年収とかでこう選ぶじゃないですか。顔写真がいい人は、リアルでもモテるんですよ。じゃあ、リアルめっちゃブサイクですっていう人が、出会い系サイトで写真載せても、バンバン離れますよ。で、ただ、ブサイクです、年収2000万円ですっていう人だったら、出会い系サイトでも引っかかるんですけど、で、その、年収2000万だったら、リアルでも引っかかるんですよ。なので、基本リアルでモテる条件を満たしてる人は、出会い系サイトでもモテるんですけど、逆に言うと、リアルでモテない人が、いくらどう頑張ったとしても、出会い系サイトでは、食い物にされたり、詐欺に遭うだけなんじゃないかなと思いますけど。